え、で、あれ口は何ですか？やったんですよね。口は、一番おすすめの整形は、はい、OTA 整形します。せーの、スリープは優しそう。ヒカルです。はい、ということで今日はですね、今日はですね、はい、ということで、なんか前からちょこちょこ聞かれてる整形疑惑についてなんですけど、はい、とうとう来ちゃったよねこのパンドラの箱開けちゃってるからね。似てないんよ、うん、あんまり。ということでね、はい、まあね、ちょくちょくなんかコメントとかでもね、いろいろ来てたことあったんですよ。はい、光の口です、うん、何回か前ぐらいから違和感あるって言われてて、うん、はいはい、喋りづらそうみたいなね。そうで、そのことについてをちょっと今日話していこうかなと思って。はい、ではその他いろいろ、まあ最近流行ってるやん、めっちゃ。まあそうやな、整形についてもちょっとね、そういろいろお話ししてきた、はい、と思います。ということで、はい、せーの、やってみよう。ということでですね、はい、マジで最近ヒカルの友達、はい、そのインスタフォローしてる友達とかも、うん、整形しましたとかの言い方じゃないけど、こういうクリニックに行ってきて、こういう施術を受けてきましたとか、そういう人がめっちゃ増えてて、うん、はいはい、まあ、改めて最近そういうプチ整形みたいなのが流行ってるなってすごい思って、ヒカルも。いや、もうなんかね、なんかちょっと一昔だったらさ、うんうん、結構整形ってなってたけど、うんうんうん、今はもう普通よな、なんか。そうっていう風に思いますね、うん、わしも整形してるっていうのも、うん、まあ、ヒカルもともと全然偏見なかったし、うん、ヒカルのママも全然そういうの嫌っていうタイプじゃなかったけど、はい、まあ、そういうのでなんか偏見持ってる人も結構おったけど、うん、最近やったらこういうのやりたいんやなみたいな、そういう話も女子の会話の中では当たり前になってきてる。日常茶飯事やな。日常茶飯事ってなんか使い方変やけど。ご飯食べる？あーてか整形するみたいな感じの雰囲気はあるからそれはちょっとまだ早いかな。あ、それはもうちょい、うん、もうちょっと先かもしれん、うん、普通に芸能やってない友達とも光る頻繁に遊ぶけど、うん、その時もなんかこの間なんかこういうのやってみたいな、そういうのも全然あるから。へえ、そう、ツイッターとかでもよく見る、うん、だから整形アカウントみたいな、はいはいはい、よくあるやん、光るそういうのみんな好きやから、はいはい、よく見てる。綺麗な人すごい多いし。なるほどね。っていう感じなんですけど、はい、多分やりたいなと思ってる人も結構おると思うよね。だからそういう話もね、ちょっと一回していこうかなと思って今回動画を撮っております。え、で、あれ口は何ですか？やったんですよねやりました。口はみんなには言ってなかったんですけど、はい、セラミックをしまして。なるほど。そうなんですよ、セラミック前歯を全部セラミックに変えまして、うん、みんなが見てる歯はあのヒカルの歯ではないです。うわ、相当ヤバいこと隠してたわそれはいや別に、やばいわ。別に隠してたわけじゃないんよね、うん、え、てかヒカルなんか言ってたよな、なんかで多分ヒカル言って、でその、うん、見た子が教えてくれてたね、あ、地元コメント欄でね、うん、セラミックしたそうですよ。あ、そう、セラミックしたんですよ、うん、隠してはないんよな。そう、別になんかそんなになんか言うまでもないよ、ね、歯がもともと八重歯があって、うん、高校1年ぐらいそれ矯正したんよ、普通にセラミックスの前に、うん、全部八重歯も抜いて揃えたんやけど、うん、矯正終わった後歯綺麗になったけど、うん、ずっと寝る時に戻らないようにカバってはめるやつを寝る時につけててくださいって言われたの、うん、2年間ぐらいに片付けるために、うんうん、はいはい、けどそれを光はめんどくさいから一切つけなかったの、はいはいはい、したら戻ってきちゃうのやっぱ歯並びがね、戻ってきて、うん、あ、戻ってきたなって思って、それでママにも言われたの、うん、もう一回矯正するのも嫌だし、うん、まあ、裏側だったんだけど、はいはい、めっちゃ食べにくいし痛いし、うん、だからもう全部セラミックにしようってなって。なるほどね、まあ、芸能人の方とかほとんど全員セラミックやってるんだけど、うん、それでなんかセラミックっていうのは自分の歯をなんかもう極限まで削るの。だからヒカル今自分の歯マジでちっちゃいもん、こんな。いや、そもそも俺は八重歯好きなんですよそこをなんでわざわざ消したんかっていうのは、俺はもうメリットを消されたっていう気分になってるから。いや、でもオタくんに出会った時はもう八重歯なかったじゃん。そう、だから思ったんよ、八重歯ない。いや、知らなかったやろ知らない。そうで、まあ、芸能活動するしてなかったら別に八重歯でもいいからいいかなと思ってたんだけど、はい、やっぱ写真撮った時に自分で気になるの、うん、欲しいっていう人もいるけど、ヒカル的にはそこがコンプレックスになってたから直してよかったなって思うね。なるほどね、うん、はいはいはい、やっぱコンプレックスってその他の人から見たらいいなと思うところも、その人に対してはコンプレックスになってるところもあるから、あ、そういうことね、まあそのセラミックっていうのは自分の歯をもうちっちゃく削って新しい綺麗な歯をカパッとはめる、それがもう一生自分の歯になる。俺もね、実はやりたかったんですよセラミックでも俺は勇気がなくて痛いの嫌いやもんな。そう、俺痛み弱いんですよね、うん、弱いんだけど強いみたいな感じなんですよ。よくわからん。だって俺注射とか何発
受かっ て受かって何百発打たれても本当に全然大丈夫なんよ。あーなるほど、ね、注射に対するあれは全くないけど。あーなるほど、ね、その多分ね歯医者が俺一番嫌いなんで。歯医者確かに歯医者が一番無理や。でね今ヒカルのこの 1,2,3,4,5,6 6本前歯6本がセラミックで、ここが歯、この歯口の開け方じわこの歯からは自分の歯だからちょっと形ほら、あ痛みはない。な麻酔毎回するから、麻酔の注射が嫌な人はちょっと厳しいかも。毎回全麻酔だから神経も抜くわけでしょ。神経は抜かない。あでも抜いた方がいい人もいる。その歯の向き、あそういうこと、その内側に入れたいとか、うん、もっと歯をちっちゃくしたいとかいう人は神経抜かないとできないから、うん、なるほどねって感じ。まあ、ヒカルは神経は抜いてないんだけど、うん、って感じですね。なるほど。でそれでちょっと口の新しい歯が入ったから、ちょっと、うん、なんだろう、表情の使い方とか、うん、まだ馴染んでないっていうのがあるから違和感あるかもしれないけど、まあ半年ぐらい経ったら多分元の戻ると思うんで。あそうなんや。そう、開けにくいというか、うん、この表情がちょっと動かしづらくなっちゃった。前さセラミックの仮歯みたいな感じでさ、ヒカルが帰ってきたんですよ、なんか、うんうんうん、そしたらもう本当に歯が喋ってるような感じで絶対大きさ合ってなくて歯と。そう、なんかセラミックって1回目にいきなりその、うん、一旦綺麗にするんやって、うん、自分の歯を削って、うん、仮歯っていう今の歯と全然違う、うん、仮の歯をはめるんやけど、それが、はい、歯がもともと全部ちっちゃくて超なんだけど、仮歯が普通のサイズだったからめっちゃ歯が大きかったの。すごかったね、うん、だからなんかそういう仮歯の時期も結構長かったから、うん、その時のまあ喋り方とかもちょっと癖づいちゃったりとかもするし、その入れ替わりの時期とか仮歯の時もめっちゃ言われたし、歯変歯変って、うん、でまあ今回説明しようかなということで。そうやな、まあこれでね、まあ、ヒカルはセラミックだったっていうことが判明しましたね。そうやな。でもヒカル割と整形まではいかないけど、うん、なんかいろんな施術をやってるから普通に、あ、まあ、インスタにも普通に載せてるんやけど、うん、なんかこういうリフトアップのやつもやったことあるし、うん、ボトックスも普通にここ歯ぎしりやばいから打ったことあるし、うん、結構ねそういうね小顔にする施術とか結構ヒカルね何回かやったことある。いやヒカル痛みマジ強いんですよ多分普通の人の 2,3 倍は強いんで。あー確かに。ヒカルが痛くないって言っても痛いですよね、うん、多分だ。それは中学の時から小顔施術とか整体とか、あ腰の、そうなんかちっちゃい時からモデルになりたいって言ってるモデルの活動とかも割とってたから、うん、割と中学ぐらい時からいろんなそういう美容系のとこ行ってて、うんうん、めっちゃくちゃ痛いんだって整体ポキッみたいな、首とかさこうやってカキッみたいな。よくやってるよねなんか体育館するそれとかヒカルめちゃくちゃウケてきて、あれ痛いのあれってバカ痛い。嘘やん。こう整体押されるんだって、こうなんかストレッチみたいな、あと骨の位置がずれてると直したりするの。うわ痛っ。ああ鳥肌。それとかめちゃくちゃ痛いの。鳥肌えぐいな。それをずっと受けてきてるから、うん、あと顔の針とかも何回も行ったことあるし、だからそういうクリニックとかヒカル好きなんよな。やっぱ行って。オタ君はないのなんか。俺はですね、うん、俺整形したいんですよ実はね、ちょっとね俺一重なんですよ、基本的に。まあみんな知ってると思うんですけど、まあ奥二重やけどな。まあ奥二重、二重にしたいなっていうのはあるんですよね。でもなんか二重じゃなくて、奥二重っぽくしたくて、うん、薄い二重でしょ。そう、なんか本当にそう、うっすら二重にしたいなっていうのはあって、でも怖いんよね。だから別になんか俺も偏見ないんですよ。だから俺も別に隠す必要ないし、うん、みんなと一緒に整形しようと思うんですけど。みんなと一緒に整形しよう。みんなと一緒に整形を一緒にやっていこうと思うんですけど、見てる人からしたら、うん、今のオタ君がかっこよくて今のオタ君が好きっていう子がいっぱいいるから、うん、しなくていいよってみんな言うと思うけど、うん、まあ、オタ君は自分で自分のコンプレックスだからちょっと気になるよな。まあだからあれ一つだから心配してんのあるんですよね。何、俺が二重になっちゃったらモテすぎちゃうっていうのが正直マジであるんですよそれ何回も聞いたんだけど。いやマジで正直ね、二重になっちゃったら多分マジでモテすぎちゃうっていうのはあるんで、そこだけがまあちょっとどうしようかなっていう感じなんですけど。なるほどね。そうやな。いやヒカルは全然いいけどね。マジで、うん、毎回やるの大変だろうなって思うし、ヒカルもそのアイプチしてたから、うん、小学生の時からずっと、うんうんうん、ヒカルはアイプチとかはやんなくて、うん、その絆創膏を切って貼るのが一番ヒカルの体に合ったやり方だとかそうしてたんだけど、うんうん、普通にずっと小学生の時とか中学ぐらいかなまで普通にアイプチしてて、小学生の途中ぐらいから肩をついたの。もともと奥二重だったのかな、けどヒカルもともと逆まつげがやばくて、うん、1回逆まつげの手術をして、うん、まあ、ほとんどその二重になるからその逆まつげの手術した、でその後がもう一回目の上
目に出来物ができて、最近もう一回注射とか打ってもらって、うん、あだから一回目腫れてた時期もあったし、うん、だからそれもちょっと目の病気というか、まあ、そういうの関係もあって、その元々アイプチ、うん、民だったから、うん、すごい大変さが分かる。なんかすごいこれ見てる子でも手術やりたいと思ってる子も多分多いと思うし、そういうのやり方が教えてほしいっていう子もすごい多いから、なんかもしオタくんがねやりたいって言ってるんだったら、ちょっと一回言ってみようかなっていう感じで今回動画を撮ったんですけど、うん、なんか前に動画で一回ヒカルがハイフやった時があって、その小顔施術なんだけど、うん、やりに行った時ですらうわっってずっとですよね。何が一番心配？何が一番心配？いやいや、モテすぎちゃうのが一番心配やな、正直。それは一回置いとこう。そこだけやな。まあまあ、やるときになったら YouTube 撮るんで。確かに確かに。OTA 二重にする。かっこええ。かっこええ。整形系カップル YouTuber になるんで。それはなんない。でも整形って一回やるとハマっちゃうから。絶対ハマらんねんけど。そう、光の痛いじゃん。まあ男の子はあんまいないけど、光、うん、がよく見てる整形アカウントの人とか、一、うん、回やったら何回もやりたくなって、次ここやりたい、次ここやりたいみたいな、うん、結構いるから、そうならないようにしてほしいなって思うな。まあでもやったらやったですごい良さそうやな。うん、なんかやって後悔することはあんまりなさそうじゃない。確かに確かに。タイとかは全然やっていいと思う、光は。でも光めっちゃ整形したって言われる。顔変わりすぎて。強スキン出た時が、うん、だから3年前ぐらいだったの、うん、で3年ってさ結構顔変わるじゃん。まあでも整形してなくても顔変わるからな、うん、普通に垢抜けたりする。あー確かに。じゃあ言われる。だから整形してるからやりたいとしたらどこ？目と口が一番やりたい。なんか目は目頭が欲しい。いらない。一番いらないよ。あとこの目の上の脂肪を取りたい、うん、そう、目めっちゃすぐ腫れるし何もしてなくても、うん、口は縦じわがやばい。唇の皮めっちゃめくっちゃうから、うん、で、あと上唇がめっちゃ薄い。笑ったら光る。上唇ないよね。薄い。本当だ。だから上唇のヒアルロン酸とかやりたい。俺の2020年の目標は整形するっていうことだったんでもう終わっちゃうで、だから急がないと。確かに確かに。そう、OTA 整形しますっていう動画をもしかしたらもうすぐ出るかもしれないという感じでございます。まあ、今の時代整形してもそんな変わんないからな。まあ、俺も全くなんか抵抗ないし、うんうん、ただ痛みが心配っていう、うんうん、もし目の整形したことある子がいれば、オタくんにいろいろ教えてあげてください。ヒカルも知りたい。あどういう感じなのか。あ、でも切れはしないですよ。埋没。あ、そうそうそう。ヒカルが毎回言われるやつ。ヒカルちゃん埋没してますよね。今度は俺が言われるよ。だからあれなんちゃう。知らないからちゃう。こういう動画初めて撮ったんで。あー、なるほどね。うん、いやいや、普通にしてないですよ、みたいな感じ言っても、うん、してるのになんでそんなこと言うんですか。やばいって。誰やん、そいつ。まあ別に全然ヒカルをしてることになってても、うん、ヒカル嫌じゃないけど、その、うん、広められるから、うん、ちょっと困るなっていう。俺は自ら広げてく系なんでまあね、 OTA どうなるかわかんないんですけど、うん、まあぜひ応援してくださいという感じでございます。ですね、うん、まあ楽しみやな。小田君の鼻が欲しい光は。これが80万ぐらいですこれ80万ぐらいでこうなれるんで。なるほど。はい、80万か。高いな。まあまあ信じてる人いるからマジで信じちゃってる人いるから。でもこんぐらいの鼻の人多いよね。嘘。でもなんか光この間あの眉毛アートをしに行ったんですけど、うん、眉毛アートはその整形とかもできる美容クリニックで光は眉毛アートをやってて、整形の話するんよいつも、うんうん、それやってもらってる途中にね、はいはい、でなんか光目とか鼻とかやりたいんですけどみたいな、うん、で話聞いたらなんか、うん、鼻はあんまりやらない方がいいですよみたいな言われた。で、光の鼻がもともと存在感ない鼻、うん、ちっちゃいじゃん。確かそれがいいんちゃう。そう、それ言われた。そう、なんか鼻が全部がキュッてなってるから、うんうん、あんまりやらない方がいいですよ。うん、光はやったら違和感でしかないと思う。鼻はやらない方がいいって言われた。光はね、うん、光の顔で見たら鼻はやらない方がいいって言われた。確かにそれが一番。だけど目とかはなんかやる人めっちゃ多いですよって言ってたよ。いや目はやな、正直いるからな、うん、友達もいっぱい、うん、確かに。今年一番の目標、うん、整形。いやー、光はオタくん二人にしてくれたら楽しみやな。いや俺も楽しみやねんなまあまあまあお楽しみにしてくださいっていう。まあまだやるかは確定ではないんですけど、うんうん、まあもしかしたら今年中にね、確かにやってる可能性があるんで。光が一番おすすめの整形は、はい、ボトックスだけど。なんだっけ、どこ。光がやったのはここ。なん
んか光る歯ぎしりがやばくて、うん、寝てる間にギーってもうめっちゃ食いしばっちゃうの、うん、それでここの筋肉が発達するの、ここの、うん、で顔大きくなるじゃん。あ、そういうこと？とか、その歯ぎしりすると歯がすり減ってくの。あ、そうやな。これめっちゃ言われて歯医者さんにも、うん、それでボトックス打ったら筋肉が緩和される、うん、あ、なるほどね。だから歯ぎしりも減る的な。そう、歯ぎしりは減るの。あ、そうなんや。めっちゃいい。歯ぎしりで悩んでる子はめっちゃおすすめ。痛くはない？あ、注射注射、もうここに痛っ無理やん、俺今ので痛かったから。嘘やん。全く痛くはないのは嘘やけど、まず一瞬で入れてる時とかは何も感じないから。え、それって効果薄れちゃう？だんだんだから何ヶ月持つみたいな。あー、うん、でも半年ぐらいは持つと。おー、ヒカルは、ま、2回ぐらいやったことあるかな、ボトックスは。これ何、両方打つってこと？あ、そう、両方。わりかし効果が一番ヒカル実感するなって思う。めちゃくちゃ前、高校生ぐらいの時に脂肪分解注射みたいな、うん、BNLS っていう、それも注射なんだけど、うん、このほっぺた、このプニプニしてるじゃん、光る、うん、これがコンプレックスで、うん、BNLS っていう注射をちょっとだけ打ったことあるんだけど、うん、あんまり効果が分かんなかったの、でそれを言ったの、そのクリニックで眉毛やってもらってる時に、うん、それは天然由来の成分でできてるから、うん、整形というよりかは美容っぽい感じ、脂肪分解する効果はあるけど、人によって効果の実感の差が激しいやつらしい、すごい効く人もいれば全然効かないっていう人もいるって言われて、でもボトックスは効果が分かりやすいから、それが一番今までは良かったかなって思うね。なるほど。あとハイフも良かった。輪郭がシュッてなる、うん、ハイフは YouTube でヒカルがやってたやつ、超音波の機械やってるやつ、あれも3ヶ月ぐらいは効果あるけど、痛いとこもある、うん、クリニックによって違うかな。あー、なるほど。そうそう、切る系はやったことないからわかんないけど、うん、手術って感じのやつはやったことない中でのおすすめだから、わり、うん、かしそのやりやすいかなって思う。目とかはさ、ほとんどもう一生続くじゃん、うんうん、それがだからいいかなって思う。ボトックスとかはわりかし効果切れた時にもう一回打ちたいなって思うから、うんうん、そんなに安い金額じゃないから、何回もやるってなったらね、難しいところやんな。ほんとやん。ヒカルは何回かそのインスタでこういうのやってきましたみたいな、わりかし整形は全部載せてるけど、うん、YouTube では言ったことなかったんで、今回ちょっと初めて整形について全部を語ってみるということでやってみました。いや、まあね、今後やるってなったらオタくんかな、早いのは。またその時は YouTube でみんなにお知らせしたいなと思うので。痛みが怖いんやな、やっぱ。ヒカルが先二人やって痛くないよって言ったらやる、うん、あー、そうやな、確かに。まあでも整形するのを勧めてるわけではないので。確かに、まあ自分がしたいならすればって感じです。そうやな、女の子はわりかしメイクとかですぐ顔変われるから、うん、確かにね。まあまずはその自分で顔を変わるぐらいメイクを勉強するとか、うん、垢抜け出るように頑張るとか、そういうところでもやっぱ変われるスタートじゃないかなと思うので。うまくまとめてくれました。はい、ということで、まあ、またあのいろいろお知らせするんで、はい、ぜひお楽しみにしてください、はい、はい、ということでみんな、よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。お願いします。ということで、以上、おったとヒカルでした。バイバーイ。怖い。